キング。こんにちは。今日はふんわりとした衣が美味しいエビの衣揚げです。はい、シャンツァイの刻んだものが入って、はい、爽やかな、香りで色もちょっと素敵な揚げ物です。はい、ではエビです。エビはむきエビなので、はい、さっと洗って水気をよく拭いておいてください。はい、今日はむきエビ 250g です。ここに下味をつけます。はい、粗塩が小さじ3分の1杯、胡椒が少々、そしてしっかりと揉み込んでください。はい、これでちょっとお味が染むまで置いておきましょう。はい、そして今日はね、美味しい衣を作るのですが、はい、ちょっと衣が余ると思うんです。はい、そしてその余った衣を無駄なく使うためにオクラを絡めて一緒に揚げます。はい、オクラは10本です。この先をちょっと取りまして、はい、もう額の部分はね、美味しいんだけどちょっと硬いので、軽く取ります。はい、そして爆発しないようにこんな風に切れ込みを深く入れておきます。はい、そしてシャンツァイですね。はい、衣に入れるんですよね。はい、そうなんです。根っこのところから細かく刻んでください。はい、今日は1株から2株です。これね、シャンツァイ苦手な人でも意外とね、爽やかな香りの揚げ物になります。根っこもいい香りがありますしね。はい、全部刻んでおいてください。はい、それでは衣を作っていきます。作りましょう。はい、まずお水ですね。はい、水が 90ml です。ここにお酒が入ります。酒が大さじ1杯。そしてね、油を入れます。こうするとね、衣がカリッと揚がりますよ。はい、油を大さじ1杯入れます。はい、そして、小麦粉にベーキングパウダーを加えます。小麦粉 90g 1カップ弱にベーキングパウダーが小さじ半分です。でよく混ぜてください。でそれをふるい入れます。小麦粉だけではなくベーキングパウダーを入れるんですか？そうなんです。ベーキングパウダーは膨らませる力があるので、ふわっと膨らんで、なおかつね、やっぱりちょっとカリッと衣をこう作るいう力があるんですね。はい、先ほどの油、そして今回のこのベーキングパウダーがふわっとカリッと、ふわっとカリッとのポイントなんですね。こんな風にざっと混ぜておきます。はい、そしてもう一つふわっと、今日は卵白を使っていきます。はい、で卵白は冷やしておいたものにお塩ちょっと一つまみ入れて泡立て始めます。よく冷やした卵白を泡立てます。1個分です。ちょっとほぐすようにして、で泡立ててください。はい、冷たいものにはいいんですか？はい、そうなんです。あのね、実は卵白は冷たくない方が早く泡立つんです。はい、でも消えるのも早い。そうなんですか。はい、だから冷たくしたものだとちょっと泡立てるのに時間はかかるのですが、すごく形がしっかりした泡が消えにくいメレンゲっていうんですけど、泡だった卵白になるので、ぜひ冷やしたものを、あるいは冷たいものを泡立ててください。はい、で見て、きめが細かいでしょ。そうですね、本当に細かい泡が綺麗に立ってます ね。で1個ですから、まあ頑張ればできるかな。綺麗な白い色ですね。はい、どのぐらい泡立てたらいいんですか？こうしてこんな、こうちゃんと角が立って落ちないくらいまで泡立ててください。そして生地に入れます。ですからこの泡立てた卵白はとてもしっかりしたいるんですね。そして、シャンツァイ入れて、今の卵白がしっかりと生地に混ぜ込まれるくらいまでは混ぜてください。はい、この泡立てた卵白が、やはりこう衣をふんわりカリッとさせるんですね。で消えるのが怖いからといって、あんまり混ぜなくて卵白のところだけがあるとそこ焦げちゃうので、ある程度は混ぜてくださいね。はい、そしてエビの水気を軽く拭きます。そしてね、エビに片栗粉をまぶしましょう。
はい、片栗粉が大さじ1杯半です。この片栗粉がついてると今のふわふわの衣がいっぱいつきます。はい、じゃあこの衣に、はい、エビを入れて早速揚げていきましょうね。はい、はい、さあ油の温度はどうでしょう。はい、はい、油の温度見てみます。細かい泡が出ています。はい、170度です。さあここにたっぷり衣をつけて揚げていきます。はい、こうよく絡めるようにしてそうそうそう揚げるんですね。まあ、できるだけあの衣はねあんまりあのぐずぐず混ざらないように、はい、でも衣はたっぷりつけて揚げてください。そして上下を静かに返しながら揚げていきます。はい、170度の油で3分から4分揚げていきます。はい、そしてこんな風にふわふわになって、はい、衣に火が通れば揚げ上がりですね。あのふわっと軽いのが見てても分かりますね。はい、 それでね表面は結構カリッとしているわけです。はい、綺麗でしょ、はい、色もね。そうですね、このエビの赤い色と香菜の緑がアクセントになってますよね。はい、そしてねきっとね、はい、ちょっとその、 あの衣が余ってると思います。で先ほどのオクラをこんな風に絡ませ衣を絡ませて残った衣を揚げちゃいます。はい、でもそれでもなおもし衣が余ってたらこの衣ねとても衣自身も美味しいんです。はい、ですからこうちっちゃくスプーンで落として揚げてこの衣も食べても美味しいですよ。はい、おやつにもなりそうですね。はい、さあ同じように揚げていきますが、はい、では盛り付けます。盛り付けましょう。さあ、コロンとこうエビが丸まっていて、はい、とても見た目にも可愛らしいですね。それにねこの衣はね冷めても割と美味しいんですよ。はい、はい、そしていただき方ですが、お味付けはホワジャオ塩とかケチャップを添えてください。はい、このシャンチャイを加えた香り豊かな衣でエビを揚げました。